新ドラマ、ミスターサンシャイン、ギビョンホン、軍服姿のビハインドカット公開写真イコールファ&ダムピク。チャーズ・イ・ビョンホンが、テレビ N の土日ドラマ、ミスターサンシャイン、で圧倒的なオーラを誇示している。7月7日に韓国で初放送される、ミスターサンシャインは神味養生、1871年に起きた朝鮮国軍による、アメリカ艦隊の測量船への奇襲に端を発した光線の時に軍艦に乗船しアメリカに降り立った少年の話だ。少年がアメリカ軍人として自身を捨てた祖国である朝鮮に戻るところからドラマが始まる。太陽の末裔、トッケビー君がくれた愛しい日々チルダ、のキム・ウンスク作家とユンボク監督が、もう一度意気投合した作品だ。イ・ビョンホンは朝鮮にヌヒとして生まれるも、その後アメリカに渡ってアメリカ人として生き、ヌコとになったコメ、海兵隊の隊員ユージーンチェ、ユージーンチョイ、役を演じる。ユジンは9歳の時に主人である貴族の家から逃げている。朝鮮の主権には関心すらなく、ただ激変の時代にある朝鮮を捨ててアメリカに行くと決心したのだ。最近、イ・ビョンホンが、ミスター・サンシャインを通じて披露するユ・ジーンチェの姿が込められた撮影ビハインドカットが公開された。写真の中で彼は米海兵隊の軍服を着ている。他の写真ではブラックの紳士帽とコートを着て馬の乗っており、その姿からは圧倒的なオーラが感じられる。イ・ビョンホンは今回の作品を通じて9年ぶりのドラマ復帰を果たす。制作会社は、イ・ビョンホンが演じるユージーンチェは、今まで私たちが接してきた男性主人公とは次元の違うキャラクターだ。多くの視聴者を魅了するであろうイ・ビョンホンの素晴らしい演技を、期待してほしい、と明らかにした。計24部作で構成された、ミスター・サンシャインは、無法弁護士。の後番組として、7月7日午後9時に韓国で初放送される予定だ。